い、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、遊戯王マスターデュエルのね、2周年記念のね、情報ちょっと詳細がですね、実はね、 PR タイムスっていうところに発表されているの、皆さんご存知でしたか？ご存知なかったですよね。うん、だって公式 X から何も発表ないし、公式情報でもなかったし、なんかね、 PR タイムスっていう、まあ、サイトがあって、これ IT 企業とかがこういろんなそのリリース情報みたいなのを出すときに使う、なんかサイトなんですけども、これがね、特に公式 X とか公式配信から何もお知らせなかったんですけど、なんかしれっとね、すごいね、詳細な情報がね、画像付きで載ってるんで、見てよ、ほらこれちょっと今日見ていきたいんですけども、ちゃんと公式 X とか公式サイトとかもあのリンク貼ってあってね、これなんで公式 X はこういう情報を発信せんの？公式 X フォローしてる意味ないんだけど、ちょ、わけがわかんないんだけど、まあ、ちょっと一応ね、どんな情報があったのかというところで上からいきますか。AI の情報はちょっと、あの昨日のあの動画でやったのと全く同じなんで、まあ、これはちょっと一旦あのスルーというか、まあ、飛ばしましてですね、ここからですね、マスターデュエルの、2周年記念情報。まず、セカンドアニバーサリーセット、UR カードセットが、実装される、まあ、これブルーアイズ系のやつですね。これ画像付きでこれさ、あの普通に発表されてて、これあの公式配信とか公式 X ではこんな詳細に発表されてないんですよ。どんなそのカードケースがあるとか、わかんなくて一切。はい。いや、まあ、この PR タイムズにあるんだったら、さすがに PR タイムズのリンクとかをつぶやくべきなんじゃねえの？ PR タイムズのなんかその、まあ、視聴数稼ぎとかもできるだろうし、そっちの方が。なんか公式 X、あまりにも仕事しなすぎ問題があると思うんだが、まあちょっと一応置いといて、まあちょっとどんな情報があるかっていう話ね、まずね。ブルーアイズ初期絵の、ロイヤル加護もらえると、確定。来た。神ゲー。で、それからまあ、デュエルスト、デュエルフィールドか、あとプロテクター、まあこの辺ね。かっこいいのこれね。めっちゃかっこいいのと、あとフィールド、これもいいね。なんかね、この、なんだこれ、光のレードが、なんか混流されているフィールドがありまして、めちゃめちゃかっこいいですね。で、マサパック30パック、かっこ SR 以上3枚確定というところがついてるというところで、まあ多分ね、これ3000ジェムじゃないかな。多分3000ジェムだと思う。1周年記念と同じであればね、まあ、ジェムの価格が上がってるとかあるかもしれないけど。で、単純にこの、マサバックにプラスして、この、あのブルーアイズ系のカードとか、アクセサリーが追加されてるだけなんで、ここは単純にそのアドっていうか、まあ、おまけの部分なんですよ。なんで、マスターバックを向きたい方は、これ買ってもらってもいいと思います。まあ、正直ね、マスターバック何出るか分かんないから、なんかその、いらんパーツ出るかもしれんやん。だから本当、正眼が欲しい人以外は買わなくていいです。ブルーアイズのこのパーツが欲しい人は、買ってください。はい。で、メイトはですね、ブルーアイズカオスマックスドラゴンの、メイトがどうやら実装されるらしい。10パックと一緒にマスターパックの SR 以上1枚確定ということで、まあ、多分1000ジェムなのかな。これも特にその公式からのお知らせはなかったんだけど、 PR タイムズでは載っていた。はい、1回限定。かっこいいね、カオスマックスね。まあ、ちょっと当分俺はカオスマックスでやろうと思ってるけど、遊戯王マスターデュエル、まあ、ちょっとさすがにかっこいい。うん。で、これ、ログインボーナスキャンペーン。これ、1周年の時もあったんですけども、期間中、ログインすると、まず最大1000ジェムがもらえますよっていう、これ1周年と同じじゃない？で、UR カードを、ロイヤル加工ですね。これが確定するパックを、セカンドアニバーサリーパックというところで入手できる。で、パックの内容はね、変わってますよね、これね。なんだ、1周年の時はギャラクシーアイズとか、あとなんかそのなんだっけ、オッドアイズとかがあった記憶あるんで、多分ねこれ内容変わってますね。まあちょっとブルーアイズとかブラックマシンもあった気がするけど、ただねこれね、やばいのはね、まあ多分これランダムだと思うんですよ。多分おそらくランダム、これあの向けるパック選べないと思うんですよ、1周年と同じであればね。でね、これね、あのあれだよね、あのレインボードラゴンとか入ってるのね、パックの中に。いや別にその悪いとは言わんのやけど、ちょっとさ、さすがにレインボードラゴンのロイヤルもらっても使わんくない、一般の人は。まあ、もちろんそのヨハン大ファンの人は多分喜ぶと思うんだけどさ、ここねマジでねランダムなんだよね。いや結構ね、俺ね、そのレインボードラゴン入ってるパックでなんかレインボードラゴンが10枚ぐらい出て、なんかほんと大パンした記憶があってトラウマになってるんですけど、
これまた出てくるかもしれないなと思って今からあの恐怖マジでレインボードラゴンのロイヤル出たことぶち切れるぞ俺。で一応ね汎用カードっていう言い方してるとねあんまないんだよね多分ね。まあ一応なんかライバリアンとか汎用って言い方できたりカオスソルジャーはなんか汎用って言い方できるかもしれないけど、ちょっとねあとあのアットイグニスターとかもう一応汎用って言い方できなくはないけど、なんかその特定のデッキでしか使えないようなカードも結構多くて、あとハーピーとかもそうだし、ああまあ、一応あのレベル8シンクロ汎用ではあるんだけど、まあ、あんま使わねえよなっていうところがあってさ、これ選べないからね、これマジで運ゲーだよ。これ皆さんも、ね、ちょっと気合い入れて、向いていただきたいなというふうに思ってますね。はい、で、新パックの召喚ムービーが誰にあるかがこの画像からわかります。はい、秘宝コズミッククエーサードラゴン召喚ムービーなしまあしょうがねえか。グレイブブラスターと、未来を切り開くデルタアクセルシンクロモンスターグレイブ、ブラスターと、あと、俺たちの性癖を刺激する、クロマジョディアベルスターと、あと、スネークアイフランベルジュドラゴンが、召喚ムービーありということで、まあ、ディアベルスターの召喚ムービー熱いね、非常にね。はい、もしかしたら、パンツも見れる。ストラクチャーデッキのブルーアイズ、マックスの、収録カードリストはこれだけでは分かりませんでした。カオスマックス、ブルーアイズ、オルタナティブが入ってるのは多分ほぼ確定してるんだけど、まあ、ちょっとね、何入ってるか分かんない。新規カードあるのかどうか分かんないんだよね。多分ないです。マスター・オブ・ドラゴン・マーギアとか来るわけないと思ってて、で、しかも高橋先生イラストの、オルタナティブ、アルティメット・オルタナティブとかもね、多分ね、大人の事情で実装されないはずなんですよ。なので、まあ、多分新規カードない読みしてます、僕は。あったらごめん。うん。まあ、ちょっと分からない。っていうところで、まあ、一応ね、情報は以上なんですけども、ちょっと最後に言いたいことはですね、本当にね、ちょっと頼む、公式 X 仕事してくれ公式 X 仕事してくれ頼む、ちょ、なんか、お前をフォローしてる意味がない。こういう情報を発信せんかったら。うん。というところがあるので、ちょっとね、ぜひね、まあ、こんな動画見てないと思うけど、公式が。ちょ、マジでね、本当に仕事してほしいね。っていうところですね。はい、ということで、診断開封動画は、開封動画というか、開封配信はやると思いますし、2周年のね、パックも魂の開封していこうかなと思いますんで、はい。2周年楽しみです。イベントもあるかもしれません、もしかしたら。1周年の時はね、レジェンドアンソロジーっていう神指あったんで、もしかしたらレジェンドアンソロジー2があるかもしれないんで、楽しみに待ちたいと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。